はい、いいの。それはあっち。あと紙袋。紙袋。はい、ということで東京フレンドバック2実況へ。レノです。イーシュンです。シュートです。サニーアビデイエフエキサイティングミュージックエプリです。ということで次の組み合わせは1ピーシュートとシヒト。ゲームバンクルーで2ピーレノでこの組み合わせでいきたいと思います。これじゃあ番組ちょっと模様替えねしてね。あ、イーシュン。ん？これテレビ。やったぜ。見えねえこいつ。威圧感丸出しやな。見えないよ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 。あったよ。あったった。でテレビの世界に入る。そんなことはないか。吸い込まれないよ今回は。今回はじゃあいつも吸い込まれる。じゃあ。モード1P がシューティング、そして 2P が、あら 3P だ。なんか 2P の上にもこう僕にください。はい、どうぞどうも。あらら、で 2P レードでいきたいと思います。間違っちゃった間違っちゃった。全然先に進まない。何をしてる。全然先に進まない。ああ、はい、間違っちゃった。間違っちゃった。もう一回ストロークって。で全部のアトラクションで出したいんで。はい、どうも。え、めっちゃ違う。ああ来たよ。な、待って、いるよ。ああ、これはまあいい瞬、いい瞬好きだ。キーボード、ほんとはこれ気になるわ。そうか、まずキーボード。キーボードはいるね。もう音楽に必要だから。エフェルトはいらないね。壁、壁。あ、木の壁。木の壁。あ、でも石の方がいい。どっちかというと。石にしよう。で、なんか。あ、ほんなら木でええやん。俺これ気になる。石の方が頑丈だから。あ、そういうことか。それでいこう。木でいこう。うん、壁、壁。おしゃれチック。これなんか気になるから、これ取って。え、なんで、え、木の石の方が頑丈だろ。ほんな石と木でええやん。そうやね。どっちが当たるか。壁、壁。はい、じゃあこれでいきましょう。なんとも言えない。なんでそんな石の壁にこだわるの。こだわってる。いやいや、木は、頑丈さが、足りない。え、でもあれもともとさ、なんか論じ出したけど大丈夫。もともとさっきの楽屋見たらさ、石の壁だったことない。あれの上から壁が見れるんだって。土壁なの。土壁なんて。え、どんな。え、なんか原始時代で。で、安定の後ろサングラス2人これね。あ、いい瞬いるのに顔なしの後ろにいい瞬がいる。はーい、出た。L がもうサングラス、イエーイ。親子。でもこの二人ジェットコースター乗れへんからね。そうなんですよね。あれの登場でまず、いや何をしてる。こんなこんなイエーイってなれないの。今回ちょっと呼ばせろー。あ、ごめん。シューだ。一つのアトラクションをクリアするわ。せっかくお前2回目のご来園なのに。ご来園。ご来園。ご来園だぞ。あー、来ました。オープニング。ウォールクラッシュ。さっきも言ったけどここじゃないんだよ。これではグランドスラムのやつが待ってくる。今度もグランドスラム行こうぜ。よし、グランドスラム目指して頑張ろうとい う, い、一瞬じゃない、シュートの意気込みでした。レートはレートはとりあえずもうこれ、あの、これもうこれ二段ジャンプ。これ無理になる。さて、ジャンプスーツに来たんでいただきました。帰宅していただきました。あ、これじゃ最初のアトラクションに一瞬行ってみましょう。あ、でもルールわかるからな。計4回ルールわかる。170点にしよう。はい、スキップ、はい、スキップ。いい、シュートさんが置かないと始めません。シュート、スキップ。あなた1P ランだからプラスなの。ごめん、こっちずっと見たって。頭の回転悪いから。本当かよ。はい、前回は何歩だったっけ。なんかね、60、え、違うわ、40だ。40、40、最高40だ。40、40じゃなかったっけ。いや、僕それ。あ、そうか。20、20だったんや。いや、15、15だった。で、30。全然違う。宇宙人やな。もう俺だってめめしくてしてるもん。あれ、めめしくて、めめしくて、めめしくて。はい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 。うわぁ、くれよー。やめー。完璧だ。すげえ。よし、これさ、俺が頑張らないとダメだ。これしないに無理ですとか言わない。無理です。エドには無理なんで次のステージ行きましょうとか言うぐらいでね。やってみますか。後ろで話してんじゃねえよ、ミーよ。しかも俺の父さんじゃねえからね。俺の父さんと俺のキャラクターが喋ってる。この紫と緑のサングラスの威圧感がすごい。こいつら何、こいつら。サングラス。サングラスの威圧感。怖い。わー、これプレッシャーかかるよ、もう。
ね、これは流れで言うとクリアだろうね。ちょっとそんなこと言わないで。そんなこと言わないで。高橋さん。うん。高橋家。高橋家。ジャンプしますよ。イヤゾーン見まして。あ、クリアゾーンいかんな。トレンノンだ。嘘やん。お、オリア全力で。オリアどうや全然ダメだ。まだ2段ジャンプがある。うん、ま、あ、ごめんなさい。ジャンプした。2段ジャンプ、2段ジャンプ。できない、できない。あいやでもさっきのシュートがすごかった。すーげえ悔しい顔してる、ね、シュートのあの顔がすごいなんかねキャラクターの顔がこいつはポポポンってなる。こいつはやっぱりできてないこの息子はダメだみたいな感じの これこの子エルがエルがすごいよ。エルがデフォルトのエルがやばい。なんなんこの人みたいな。はい、目玉親父もどんな顔して見てんの。後ろ何さ今ね見えたかわかんないけどこの辺やばかったからね今。パーフィー、さあ何が出る。同じアトラクション多分ないです。デリンバボーン先ほどは見事にクリアしましたからね。大丈夫でしょう。いやそんなこと言わないで。本調子はたくさんゲットしてください。言われましたけど俺何気にあのブルーのパーカー着ましたからね。なるほど、はい、続いてのアトラクション。あやったこれだ。これしたかったんだよね。うん、これね。うん、あ一瞬めっちゃショック受けてるけど。TBF に作るの遊び方お願いします。もんじゃもかデリソバゴールドの遊び方を説明します。バイクで新州からゴールの赤坂の DBS までそばをお見舞いするアトラクションです。怖い。このアトラクションはバイク担当とそば担当のプレイヤーに分かれます。小学生かよ。ガランスリーボードを使用するプレイヤーは体の中心がバランスウィーボードの真ん中になるように乗りウィーリモコンを持ってきてください。持ってきてください。持ってきてください。持ってきたらいかんねん。ウィーリモコンを使用するプレイヤーはドラえもんウィーリモコンの十字ボタンが左側になるように両手で横に持ってください。走り方の説明です。バイク担当のプレイヤーの右ボタンを押すとバイクが走り出し、右ボタンを押すとブレーキがかかります。はい。右リモコンを右側に傾けると右左側に傾けると左に移動します。バランスリーボードを使用しているときは左側に体重をかけると右へ、左側に体重をかけると左に移動します。そば担当のプレイヤーも同じようにバランスを取ってください。え、でもこれちょっと全然見てなかった。めっちゃ多いぞ。多いね。誰が多い。そばの拾い方の説明です。あ、といえば障害物ですけど持っているそばがばらまかれます。ばらかれます。そば担当のプレイヤーは4分以内にゴール。はい。バイク担当の人はこれ、うん、で、なんか移動するの。マリオカートと一緒。違うんだよ。始まった。あ、ステージが移動するんだ。そうだ、テレビの画面になると思う、確か。何、緊張したの。どうしたの。シュートがもう母言うけど大丈夫。言ってないよ。怖い怖いみたいな。開けるよ。4分以内でしょ、これ待て。収録時間が間に合うか。開けていいよ。行きなさい。うわ、俺そのまま持ちね。これバランスをこうやってしろんで、OK。 よし、行こう。多分乗るんでしょ。 OKOK。うん、このままでいいね。こうやってあのなんかねワインを運ぶ感じでいくよ。信州ってどこ。長野県。いやいやいや4分はなかろう、うん、これ結構むずいんじゃない。俺そば係でしょ。あれスタートして。スタート。どういうこと。あの2ボタンで横持ち。横持ちって言ってないですよ自分で。どこ行ってんの。コントロールはこれウィーボード。ウィーボード。ウィーボード。重心重心。わけが分かんない。全然じゃない。何をやってる。そばどころでお前引くよ。じゃあ人分かんない分かんない分かんない。重心を向けるんだ。一瞬に変わりました今急に。バランスごめんなさい。ちょ一瞬やってみる。はい。じゃあ一瞬ちょっとやってみるですね。一瞬さん ね重心を、そうそう、こうするんだよ。こう事故りまくってる。これはむずい。これウィーボード、ウィーバランスボードめちゃめちゃむずいんじゃない。ほら、なんか障害物が。あー、ちょっと待って。逆にそばが倒れないのがやばい。ちょっと、ちょっと。いや、上がった、上がった、上がった。はい、シュートに戻りまーす。はい。はい、行きましょう。乗った。じゃあ、シュート運んで、俺ちょっとそば持ってるから。遅いよー遅いよ、時間ないよー
多分ね、こうするんだよ。こう。ちょっとすぐ進めない。全然まっすぐ進めない。危ない。ソナが倒れないのが不思議だわこれ。これはひどい。これはひどい。これはひどい。これは重心の移動ができてない。ウィーバランスボードがむずい。おい。おい時間。これ。多分1でバックできるよ。できないできない。できない。ちょっとバグリシューしかなかったこれ。これはひどい。だってお前ここまで行こうべべでここまでよ。ダメだ。だけでやめろ。ほらそこだもん。ほら注意注意注意。風船が飛んでくる。もうもうなんかそれどころじゃない。それどころじゃない。もうもうなんかもう見えねえ。もう前がクソじゃねえか。プレイヤーコード。よし頑張ります。多分これ頑張ります。ってこうした方がね。頑張ります。頑張りますよ。じゃあ行きますよ。しゅそば持ちよちゃんと。バランス取っとかないと。じゃあこれ膝曲げてやった方がいいかもしれない。いきます。バランス取らない。あそか。はいごめんなさい。じゃあ時間もいい感じなんで一旦ここでね。次はレドの活躍でいきましょう。これ2分ではいけへん。無理だ。